皆さんはモーセの実会についてどのように理解しておられるでしょうか。あるクリスチャンは「実会あれはもうイエス・キリストの十字架で廃されたんでしょだから私たちは守る必要はないんですよ」と答えます。またあるクリスチャンは「実会は昔のイスラエルの人のための律法でしょ だから私たちは守る必要ないんですよ。とも答えます。また、あるクリスチャンは、実会私は守ってますよ。だって人を殺していたら、私はここにはいないでしょう。と答えます。また、あるクリスチャンは、実会私はとても守れません。なぜなら、実会は行動レベルではなく、心のレベルで、 守ららなななければならないでしょうと答えますこのように実会についてはいろいろな捉え方がありますそもそも神様はなぜ私たちに実会をお与えくださったのでしょうか今日はそのあたりのお話をさせていただきたいと思います実会の理解がまちまちである理由は実会そのものについての理解が あまりにもあるイメージに固定されているからだと思います。皆さんは実会は石の板に記された立法だと思い込んではいないでしょうか。厳密に言えばそれは本来の実会について間違ったイメージを持っている状態になります。モーセの実会の映画やその他の 実会に関する映像には必ずと言っていいほど二枚の石の板が出てきます。この影響力によって実会は石の板というイメージが出来上がってしまったのです。モーセの実会が初めて登場する出エジプト記二十章の一節には神はこのすべての言葉を語って言われたとあります。 つまり実会とは最初に神からの御言葉を通してモーセに伝えられモーセがその御言葉をさらにイセラエルの民に言葉を通して伝えていることがわかりますすなわち実会とはもともと石の板ではなかったということです実はこれは非常に重要なことになります なぜならば、本来の実会は石の板ではなく、神から与えられた言葉であったからです。そしてこの実会が神から与えられた言葉であるなら、シナイ山で初めて石の板として登場する以前から、すでに人類に与えられて存在していた可能性があるからです。 聖書の中からこれらのことを検証していきたいと思います。実は創世記の中に実界が神の言葉として登場する場面があります。それはヨセフの物語の中においてです。ヨセフがまだ青年時代、エジプトの自衛長ポテパルの家に奴隷として売られました。 しかし、ヨセフはそのような困難な状況下にあっても、神と主人であるポテバルに対して忠実に仕えていました。神は忠実なヨセフを神の契約者として非常に祝福されましたので、ヨセフがいたポテバルの家もその恩恵を受けることになりました。また、 ヨセフはとてもハンサムだったようですそんな彼に対してポテパルの妻は自分と性的な関係を持つように強要してきましたしかしその時ヨセフはそれを拒む言葉を語りますが実はその中に実戒が出てくるのです彼がヨセフに 家とすべての持ち物を司らさだろせた時から主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだそこで彼は持ち物を皆ヨセフの手に委ねて自分が食べるもののほかは何をも帰りなかったさてヨセフは姿がよく 顔が美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけていった。私と寝なさい。ヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご主人は私がいるので家の中の何をも顧みず、その持ち物を皆私の手に委ねられました。この家には私よりも大いなるものはありません。 またご主人はあなたを除いては何をも私に信じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうヨセフの言葉の中に官員が神に対して罪を犯すことであるという認識があるのがわかります。 この罪の認識は、モーセの実戒によれば、第7条に該当します。どうしてヨセフはこの実戒の第7条を知っていたのでしょうか実は、あなたは会員してはならないという実戒第7条は、実戒が石の板に書か,かれる以前から、神から与えられた言葉として、 すでに存在していたのです。そしてヨセフはこの神から与えられた言葉に従うことによりヨセフ自身の道徳的モラルを確立することで実界を守ることができたわけです。それではなぜヨセフはこの神から与えられた言葉を知ったのでしょうか誰がそれをヨセフに伝えたのでしょうか それはヨセフの父親であるヤコブですヤコブはその父親であるイサクから神から与えられた言葉である実戒を伝えられイサクはその父親であるアブラハムからこの神から与えられた言葉を伝えられたのでしたこのように親から子供に道徳的モラルの基準を伝えることが 宗教教育になりますつまり神から与えられた言葉である実会は人類初期の親から子へと宗教教育を通して伝えられていったのでしたそして初期の親は神から直接宗教教育を受けることによって神との契約者となったのです。 つまり実会は神から与えられた言葉によって伝えられた神との契約条件であり親はその契約方法についての知識を保存しそれを次の世代の子供に教え子供もその神から与えられた言葉を守ることによってまた神との契約者となっていったのです。 それゆえ、神の立法である実戒は、地上歴史の最初から存在していたことになります。最初の罪人アダムに、神から与えられた言葉は、神との契約についての知識となり、いつの時代も神との契約者の心の中に保存されていったのです。また、 実会がナイ山で石の板として与えられるよりも以前にすでに存在していたもう一つの例について考えてみましょう。モーセの実会の第4条は安息日についての記述になります。安息日を覚えて、これを生とせよ。6日の間働いて、 あなたのすべての技をせよ。七日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は六日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って、 七日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して生徒された。実はこの出エジプト記二十章よりも以前に出エジプト記十六章に安息日が神の戒めとして登場します。それはちょうどイスラエルの民に対して奇跡的に天からのパンが与えられた。 マナの場面です。このマナは神が契約のためイスラエルを改革し養うために特別に与えられた祝福の印です。そしてこの祝福を神の契約者として受けるためにはあるルールにのっとって神との契約関係を維持しなければならなかったのです。それが 神の立法である安息日を守るということでした。モーセは言った。今日それを食べなさい。今日は主の安息日であるから、今日はのでそれを得られないであろう。六日の間はそれを集めなければならない。七日目は安息日であるから、その日にはないであろう。 ところが民のうちには、七日目に出て集めようとしたものがあったが、得られなかった。そこで主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒めと立法とを守ることを拒むのか。見よ、主はあなた方に安息日を与えられた。ゆえに六日目には二日分のパンをあなた方に賜るのである。 各々そのところにとどまり7日目にはそのところから出てはならないこうして民は7日目に休んだこれは明らかにナイ山でモーセの実会が石の板として与えられる前の話になりますしかし安息日を軽んじた人がいたことに対して神は「あなた方はいつまで私の戒めと 立法と守ることを拒むのかと言っておられます。これはすなわちモーセの実会が石の板に書かれる以前に「私の戒めと立法」と神が言われた実会が神から与えられた言葉として存在していたことがわかります。それゆえ実会とは古い時代に イスラエルの民だけに特別に与えられた限定的なものではなく、すべての神との契約者に対して与えられた永遠普遍的なものであることがわかります。冒頭で触れましたが、あるクリスチャンが実会を守る必要性を限定的な立法であるゆえに否定しているのに対して、聖書は 永遠普遍的な立法を高く掲げ、神から与えられた言葉として取り扱われているのがわかります。私が立法や預言者を拝するために来たと思ってはならない。拝するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びゆくまでは立法の一点 一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。さらに、実戒がユダヤ人だけに与えられたのではないことも聖書には記されてあります。また、主に連なり、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、すべて安息日を守ってこれを汚さず、 我が契約を固く守る違法人は私はこれを我が聖なる山に来させ我が祈りの家のうちで楽しませる彼らの反罪と犠牲とは我が祭壇の上に受け入れられる我が家は全ての民の祈りの家と唱えられるからである新約聖書の初代教会時代 以降はキリストの弟子たちや異邦人伝道者パウロによって神の契約者としての知識は新たに異邦人へと受け継がれていきました。それゆえ聖書によると私たちの時代では先民、神の民のことをユダヤ人や日本人などという人種ではなく神からの言葉である立法 法を高めその契約を固く守る違法人に対しても用いられるようになったのですしかしあなた方は選ばれた種族最主の国聖なる国民神につける民であるそれによって暗闇から驚くべき身光れに招き入れてくださった方の身業を あなた方が語り伝えるるたためであるあなた方は以前は神の民でなかったが今は神の民であり以前は憐れみを受けたことのないものであったが今は憐れみを受けたものとなっているそれではなぜモーセの時代に「 石の板に実会が書かれる必要性があったのでしょうか。ここである例え話をしたいと思います。私は家族からあることで指摘を受けたことがあります。それは私のトイレを使用した後にいつも電気を消し忘れてしまうということです。この電気の消し忘れは その指摘を受けた後も数回ありなかなか治りませんでしたそこで私は自分でメモ用紙にパパは電気を消しましょうと書いてトイレの壁に貼り付けていましたさすがにこのメモ書きがある間は消し忘れはなくなったのですが家に来客があった時に読まれると恥ずかしいので 剥がしてししてままいましたそうするとまた何回か消し忘れたこともありましたモーセの時代神からの言葉であった立法はもはや親かららと宗教教育を通して伝えられな,くな,りましたなぜならイスラエルの民はエジプトで奴隷となった時神の契約者としての知識を忘れてしまったからでした。 そこで神は彼らを荒野に導いてもう一度神の契約者として再教育し彼らに神からの言葉である立法を伝えて心の中に大切に保管させようとなさいましたしかし彼らは神からの言葉の本当の価値と自分たちの 定属となっている道徳的モラルの状態を自覚せず簡単に神との契約者になろうとしたのです彼らは偶像礼拝と腐敗の中で生活していたので神の神聖さと自分たちの心のはなはだしい罪深さと自分たちの力だけでは神の律法を 守るここととができないことそして彼らには救い主が必要であることをまことに自覚していなかったそして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった彼らは自分たちの義を確立することができると感じて私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと宣言した この辺りのお話を深く学びたい方は以前お話しさせていただいたモーセの幕屋はなぜ作られたかのご視聴をお勧めいたしますエジプトで奴隷生活を送る中でイスラエルの民は神の立法を神からの言葉として取り扱わずもはや心の中に大切に保管していませんでしたそこで神は 彼らがこの神の立法を常に生活の中で思い起こすことができるように簡単に忘れされないメモ書きとして石の板に立法を書き記されたのでしたそしてそれをモーセの幕屋の中の契約の箱に大切に収めさせて儀式を通して常に心を死聖女の 契約の箱の箱中にある神からら与えられた言葉に向けさせるのでしたつまり彼らは本来の契約とは違う形ですなわちメモ書きを見ながら神の立法を思い起こして守るという形で神の契約者としての立場を継続できるようになったのです。これが古い契約。 と言われる人間主体で結ぶ契約になります。しかしこの人間主体で結ぶ契約には落とし穴があります。それは目に見えるところの儀式や人間の努力に功績を認めがちな形式主義に陥る危険性があるということです。実際イスラエルの民は 神からの言葉としての目に見えない本来の実戒よりも目に見える石の板に記された実戒そのものに神の力が宿っていると錯覚を起こしてしまい残念ながら実戒は本来の道徳的な役割を十分に果たすことができなくなってしまうのでしたこの甚だしい勘違いは 旧約聖書のある事件の中に見ることができます石の板に書かれた実戒そのものを貴重なものとして信じるようになったイスラエルの民はその石の板に書かれた実戒そのものもしくはそれを入れてある契約の箱そのものが刻んだ像の礼拝大象となりましたその結果 神の契約の民としての立場を失ってしまいその証拠に鉄国であるペリシテ人にももはや勝てなくなってしまったのですそこでイスラエルの民は契約の箱そのものを戦場に持っていけば神の力が働いてペリシテ人に勝てると思い込んでこともあろうにそれを死聖女から戦場へと 持ち出してしてまったのですペリシテ人はイスラエル人に向かって陣備えをしたが戦うに及んでイスラエル人はペリシテ人の前に敗れペリシテ人は戦場においておおよそ4,000人を殺した民が陣営に退いた時イスラエルの長老たちは言った「何故主は今日 ペリシテ人の前に我々を破られたのか城へ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしようそして主を我々のうちに迎えて敵の手から救っていただこう結局イスラエルの民はペリシテ人に再び負けて契約の箱も奪い去られてしまうのでした。これは イスラエル人が実戒を正しく理解していなかったことによって生じた残念な記録になります人々が聖なる戒めに従ったときには主は彼らと共にあって主の無限の力によって彼らのために働かれたしかし彼らが箱を見てもそれを神と結びつけず 神の立法に従って神の掲示された御心をたっ飛ばないならばそれは普通の箱と同様に何の役にも立たない。彼らは偶像国の人々がその神々を見るように箱を眺めあたかもそれ自体に能力と救いの要素があると思った。彼らは その中の立法を犯した箱の礼拝そのものが彼らを形式主義と偽善と偶像礼拝に陥れた彼らの罪が彼らを神から引き離しただから神は彼らが悔い改めて悪を捨てるまでは彼らに勝利を与えることがおできにならなかった 私たちも実戒を正しく理解していなければこのイスラエルの民と同じ精神に陥る可能性があります。もし実戒を石の板に書かれた立法であると理解しているにとどまるならばその人にとってはそれを形式的にまたは表面的に守ればよいわけです。冒頭で 私は実会を守っていますよといったこのようなクリスチャンは実会を表面的に理解している傾向があるゆえに実会を文字通りに守っていますということができるのだと思いますそれでは実会を正しく理解するためにはどうすればよいのでしょうか私は 実会の一つ一つの条項について証しの文から深く学んだときに「ああ今の自分では実会をとても守れる気がしない」という恐れが心の中に生じました冒頭で触れた「私はとても守れません」といったクリスチャンはまさに私でしたしかしこのような絶望的な状態に とどまらせないのが神の契約になります。その契約内容とは神から与えられた言葉である実戒が虫の板ではなく心の板に書かれる特別な経験に預かることが可能だということです。そしてこの経験を少しずつ積み重ねていくことによって 徐々に実会にに実適合するるる生きき方ができるようになるのですそしてあなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって罪によらず生ける神の霊によって書かれ石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることをはっきりと表している。こうした確信を 私たちはキリストににより神に対して抱いているこの素晴らしい経験を可能とするのがイエス・キリストの十字架の贖いの功績と大祭司の忠保の働きによる精霊の清めになりますこの経験をしたクリスチャンは神の契約者先民霊的イスラエルとして 暗い最終時代に送られるキリストの手紙となるのです。このお方がこれらすべてのことをなしてくださったのは、私が犯した立法を私が守れるようにするため、ご自身の義を私に与えることを可能とするためであった。このゆえに私はこのお方を崇敬する。 私はこのお方のことをすべての罪人に述べ伝える実会は神から与えられた言葉そのものですそれをどのように取り扱うかが今私たちに問われていますコロナウイルスが猛威を振るう中にあって私たちは非常に無力ですしかし感染拡大を恐れ ただ自粛して時間を過ごしていることを神は喜ばれません。なぜなら私たちは神から与えられた言葉である実会の権威に服従するために自我との戦いが繰り広げられているべき時がまさに今だからです。キリストのようになる目的で彼を見ていると真理を求める人は 神の立法の原則の完全さがわかり彼は完全のほかには何にも満足しなくなる。自分の命をキリストの命の中に隠していると彼は神の立法の清さがキリストのご品性の中に掲示されているのを見る。そして彼はさらに一層熱心に彼のようになることに努めるのである。 誘惑者は自分の親民の一人を失うのを見るので戦いがいつでも予期される我々はサタンが自分が用いるために強めてきた特性と戦わなければならない人間は戦っているもの、キリストが差し伸べておられる完全に到達するという考えに 反対する不思議な力を見るしかしキリストにはその戦いで彼に勝利を得させる救いの力がある救い主は彼が恵みと力を懇願してくる時彼を強め助けを与えられるサタンが今 最も私たちの教会において成功している欺瞞がここにはっきりと記されてありました。それは、キリストが差し伸べておられる完全に到達するという考え方、すなわち現代の真理に反対する不思議な力です。皆さんは今、キリストのような 完全なる品性を目指しているでしょうかキリストはマタイ五章の四十八節において次のように言われます。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。キリストが私たちに完全を求められるその根拠は、キリストが今もなお、 天の死聖女において、ご自分の功績と精霊の働きを通して、私たちが完全になるべく、神の契約の御手を私たちに差し伸べてくださっておられるからです。私は神の契約について学んだ時、この事実を知りました。そして、弱い器ではありますが、 キリストと聖霊の助けにより、この神の契約の長寿を目指して、日々、自我との戦いの中に歩んでいます。ぜひ皆さん、実界を守れるようになるために、すなわち、完全に到達するために、そのすべての力の源であられるキリストに頼りつつ、 自分の弱さの特性と戦いましょう。今はこの戦いに集中するために特別に時間を費やすことを神はこのコロナウイルスの影響下のもとで許されておられます。その貴重な時間をぜひともに有効に活用し神から与えられた言葉に対してその立法に対して 忠実に歩んででいききまましょうそれでは一言お祈りをさせていただきます愛する御在天のお父様あなた様の実戒は石の板に書きとどまるものではなく神との契約者の心に精霊を通して書き記されるべき神の言葉であったことを今日学びました。 私たちは生まれつきあなた様の御言葉の教えに従えるような状態ではありませんあなた様の言葉を通して与えられたこの神の立法に対しても自我が激しくこれに反対してきますしかし私たちはそれに従う必要性を感じましたなぜならばあなた様との契約関係を 維持することを望んでいるからです。そしてこの契約の上就によって、イエス・キリストのような完全な品性に到達するという契約について知ることとなったからです。どうぞ神様、弱い器ではありますけれども、信仰を主に向けて、この実現のために最善を尽くして努力したいと思います。願うくばどうぞ。 主のご計画に従って、このしもべたちの心に成し遂げてくださるようお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。